お、近いぞ。ヒデ先生はあんたを救おうとしてた。そんな相手にも本音を隠すつもり。なず、ヒデ先生は立派な人だったよ。こんな僕にもいっぱい優しくしてくれた。でも、いやだからこそ、僕のせいでヒデ先生は死んじゃったんだ。僕さえいなければ、先生が僕を探してここに来ることもなかったのに。僕がこんな場所でピアノの練習しなかったら、よくここに来れたよな。すげえ怖いぞ、この休校者。メイケ、私は生徒であるお前が心配だっただけだよ。それでも巻き込んだのは僕です。僕はいけない生徒です。僕なんかもう音楽に触れちゃいけないんです。なめいけ、あの頃から気になっていたんだが、どうして休校舎で練習してたんだ？ピアノなら今の校舎にもあるだろう。コソコソする理由があったのか？それは。めいけくん、あなたは普段から、いで先生に悩みを聞いてもらってたそうね。そんなに信頼してた先生にも隠れてピアノを練習していたのは、いでに披露するため、いでから離れるため、披露でしょう。えい！自分の音楽を一番感謝してる人に、井出先生に披露するためだったんじゃないの？は。うん、そうだよ。こっそり練習したのも、動画を投稿して評価を求めたのも、全部お世話になった井出先生に、僕が作った音楽を聴いてもらうためだった。僕のオリジナルのピアノ曲、大好きな先生に聴いてもらいたかった。ほれほれー。でも、休校舎のピアノ壊れちゃってるんだ。もう自分の曲は作れないし、弾くこともできない。僕の音楽を井出先生に聞いてもらうチャンスはもう永遠に来ない。だったらピアノのことなんて覚えててもしょうがないでしょう。なるほど、今のあんたの発言ではっきり分かった。あんたは根本的なところでネガティブまっしぐらな勘違いをしてる。勘違い？あんたのやる気はともかくとして手段そのものは奪われてない。そう、あのピアノは現役だぞ。トイ、このピアノ結論から言うと壊れてないよ。ずっと手入れはされてないけど音なら出る。え、そんなはずないよ。何度も試したけど音が歪んでて。どうしても認めたくないって言うなら拙い音だけど聞かせてあげる。お、どうやって弾いた？あ、下にピアノあるね。は、どう、壊れてるにしてはそこそこの音が出せるでしょ。テトラポットをしていらっしゃい。どうして僕には弾けなかったの？あんたは自分の目的を達成する前に死んだ。さらに井出先生まで巻き込んでしまった。動画投稿で自信をつけたかったぐらいだもんね。ひょっとしてまだ腕に自信がなかったのかもね。あんたが呪ってるのは他人じゃない。自分の夢、自分の心。あんたは自分の未熟なセンスを呪って、自分の耳を呪っちゃったんでしょうね。かわいい。自分の耳を呪う。そうか。上っぽいんでしょい。そうだったんだね。僕は自分が鳴らす音を拒んでた。メイケ、そこまで深刻に考えるな。私が死んだことだってお前のせいじゃない。七人岬のことなど誰も知らなかった。お前も私も犠牲者でしかないんだ。だから今聞かせてくれないか。お前が私に聞かせたい曲とやらを。こうか不幸か、私たちは未だに意識を保っている。音楽ぐらいいくらでも聞いてやれるさ。先生、井出先生。わかりました、僕弾きます。先生に自分の曲を披露します。おお、行くのか。あ、クリアタイム16ターン、ネゴシエーションコンプリート。グッドネゴシエーションボーナス。井出の家族写真。家族写真渡されてもな、困るな。名家の楽譜渡された。写真を。ああ、これ井出先生の家族写真か、つって。眺めるんですか？いい曲じゃないか。未熟でも、名家の心は十分に伝わったよ。先生、うっ、ありがとうございます。ふん、ちょっとバカし、感傷的すぎるけど、まあまあそこそこ悪くない曲ね。想像以上で感心してるくせに素直じゃねえな。先生、僕の曲これからもっと聴いてもらえますか？あ、メイケの気が済むまで聴かせてもらうさ。はい、それじゃあ僕全部弾きます。先生のために作った曲、1000曲以上あるんですよ。重い！1000曲？ルイカのスマホより楽曲の数充実してるな。そういえば、死に岬の中にはオルガンを弾ける子もいましたよね。あの子を誘って接戦曲も先生に聞いてもらうのもいいかも。ああ、悪くないな。悪くないが、選曲か。なんか状況悪化してねえか。新しい呪いが増えた感じだぞ。大丈夫。受け止めてくれる人がいる限り呪いは呪いじゃないから。ですよね、井出先生。へへへ。だよね、井出先生。ほほほ。なんつうか教師で大変だな。ああ、現世の息子よ。お前の目指す道はどっちみち厳しいぞ。どっちみち厳しい。教師も音楽も。
いいオチがつきましたね。しかしこんなことが起きようとは、交渉などというものが成立しようとは、君は人間じゃないの、ただの女の子にしか見えないのに。正真正銘生身の女子高生よ。ちょっと呪いが効かないってだけのね。その呪いが効かないってのもなんか過去があったりすんのかな。あのハリーポッターみたいな感じでさ、おでこにあったりすんのかな、傷が N みたいな、それのおかげで呪いが効かないみたいな、そういうこと。ボルデモート関わってる感じ。そしてすぐ調子に乗る脇の甘い女でもある。あと金にがめつい主戦度ド S で子供にも容赦しないっすね。あんたら嘘でも尊敬してるって言っときなさいよ。ルイカ、私はお前を慈しみ愛しているぞ。慈愛はいらん、職場内恋愛も禁止。厳しい。寝る方はお休み。話を戻していいかな。どうぞどうぞ。生身の人間でも呪いに勝てるのだな。全員で救われることも夢じゃないのか。呪いは呪いで終わらせない。神を信じるよりこのルイカを信じなさい。うん、もう一度演奏もできたし、先生にも謝ることができた。君なら信じられるよ。遠崎君と言ったな。私たちにできることがあれば協力しよう。ありがとう、井出先生に。明記君、知ってることがあったら教えてちょうだい。知っていることか。例えば私、死に際の記憶がはっきりしないんだが。フロジャン、あ、返事してくんない。フロジャン、死の直前にとてもおぞましいものを見た気がする。呪い以上にまがまがしい、とても嫌なもの。まこたん、いらっしゃい。おぞましいもの。この学校には何かが潜んでいる。私たちを操る主とでも言おうか。常に監視されてる感じがずっとあるんだ。いつも誰かが僕たちを見てる。監視？そういえば美咲ってのは使い手みたいだったっけ。呪いの主、美咲の主か。くく、興味深いな、ルイカ。そうね、話のできるやつならいいんだけど。よし、成仏させてやったぜ。一人二人二人と来たから、あと二人か。なのか？そうだよね。一人成仏させて、二人やって、二人やって。あと二人だよ、みんな。教授にクリアできるかね。よし、三階に行くぞ、この野郎。今三階だった、この野郎。四階だ、四階。四階に行こう。待て、ルイカ。そこの柱をよく見せてくれ。どうしたの、アイセン。危ないトラップでもあった？いや、柱の装飾気になった。やはりこれはグラフェーか。あ、なんて言った？ルイ、いらっしゃい。グラフェー、ラテン語による聖句だ。聖書の一節が柱に刻まれている。これは、主は殺し、また生かし、黄泉に下し、またあげる。だな。ラテン語？お前ラテン語なんて読めたのかよ。留学をたしなんでたことがある。神学か。いや、100年以上の昔だがな。100年前の人にしちゃ今時の感じだけどな。マジかよ。さすが腐ってもいい医者。インテリだな。セイクね。この学校ミッション系だったってこと？とてもそうは見えないよな。誰かが柱にこっそり刻んだんじゃね？何のためにだ？それに、セイクの装飾はここだけではない。至るところにあるよね。全部読むのか、これ。け、マジだ。そこら中の柱に刻まれてやがる。七人岬に聖なる言葉か。継ぎはぎもいいところね。何かになぞらえてるってこと？セーブです。4階あるんだもんな。高校で4階ってあんまないよね。3階で4階目は屋上みたいな。うお、これはまた一段とやばい空気だな。うへえ、なんか気分悪くなる。嫌な感じだね、カーミン。あーん、これは確かに濃い。戦場でも感じたことのない憎しみの香りだ。七人岬は残り二人、古参の上位メンバーってことね。魂が古い奴らは頭もカチカチだろうけど、一気に片付けてやるか。みんなのとこ4階だった？7階建てのとことかあった？高層ビルじゃないですか、そんなの。4階、うち3階だった気がするな。あれ、高校って4階建てだっけ？いや、3階だったぞ、俺のところは。あれかな、都会とかは、人がいっぱいいるところはあれかな、4階だったりするのかな。鍵かかってない。お、鍵かかってないってことは、内側から物理的にロックされてる。呪いのつっかえ棒でも立ってるのかな。仕方ない、ここ後回し。でも4階多いな。おっちゃす。あ、宗平、あの血の手形。どうした？ついにお前でもビビるレベルのが来たか。生命線がない。
死んでますからね。生命線って。ん？なんかメモが入ってる。ATH Merkabets Bigaverse Bigadel Robil Aman。 え？これ英語じゃないのか？なんだこれ？あいつ読める？あーおー。アテマルクドビギブラビギドラロラムエイメン。エイメン。チリはチリエイ。マジか。神父。エイメン。十字の払い。何者かの祈りの言葉のようだ。どこかで聞いた言葉だぞ、あれは。祈り？死ぬのが怖くて、お祈りをメモしちゃったのかな。まさか神父がいるとは。武闘派神父が。あかんねえな。5階建てだった。また見たいな。任す！やれ？おお、ショークの次は、古本がシュートされてきた。危ないっていうより、古本の扱いがなってないんじゃないの？古書マニアが怒るな。俺は、電子書籍派だから気にしないけど。マリーいらっしゃい。本を調べてみろ、ルイカ。あえて本を使った理由がわかるかもしれん。理由で言ったって、放置されてた本にどれだけの意味があるってのよ。マシャさん、参考に。すごいよ。私の近くにいる、ミサキ、ミナイ、ミダ、近く、ミサキ、ミサキ、私のものランの近くにいる。近くにいる、私のもの、ミサキ。なんだこれ。うわ、電波ってる、電波ってる。何よ、この本。これしか書いてないじゃん。ノリのせいで、文が変わっちゃったとか。何かのメッセージですかね。読めなかったよ。ミサキ、なんだこいつ。死にミサキの立場が気に入ってるのか。どういうことかしらね。まあ、会えばわかることでしょう。さて、この本はどこから持ち出したものなのかな。あ、ルイカは謎のメッセージを手に入れた。ふむふむ。あ、本持ってるんですね。大丈夫か？いきなり落ちたりしないか？全部ロックされてますね。ダメじゃん。グラーフェね。なかなか面白そうね。あ、面白いものだぞ、ルイカ。ちなみにグラーフェではなく、グラフェだ。わざとですー。イントネーション変えてみただけですー。言い訳するとよりバカっぽいぞ。なんだよ。入れっぱの本はいらない本なのかね。ここら辺にあった本じゃないのか？違うのか？入れっぱの本はいらない本なのか。まあ、ちょっとセーブしましょう。他はなんか、あ、なんか人いるぜ！入れっぱの本はいらない本なのか。全部いらない本ばっかり。ルイカ、ビヨンドスコープを起動するんだ。呪いが効かないからってあまり不用意に近づくなよ。ビヨンドスコープよ。なんかあるじゃん。ちょ待って。ルイカは貸し出しカードを手に入れた。貸し出しカードね。登録者の名前はかすれてて読めないな。何？お前は誰だ。女の子だな。女の子だな。このシルエット、他の死人岬か静かだと思ったら、まさかこの階に人間が来るとはね。それに私を見た上で生きてられるなんて、あなた普通の人間じゃないわね。へえ、さすが上位メンバー。これまでの奴らと違って余裕あるじゃん。私は写真、写真、写真、シャシャンシャンシャン。シャンシャン、ん？心霊写真、心霊写真使い、遠崎瑠衣か。おとなしくしたかった方が苦しまずに済むよ。2時間喋るとこうなるのか。もうどっちが悪役かわかんねえな。舌がね、もつれるよね。どういう理屈かわからないけど、死に岬の呪いが通じないみたいね。シャシャンシャンシャシャンシャンシャンみたいな。みりんいらっしゃい。まあいいわ。呪えないなら呪えないで、殺す方法はあるんだから。もう舌がぐるんぐるんとね、巻きついてたね。なんです？ほ。ルイカ大丈夫か？監禁されちゃったみたいね。これは私じゃどうにもならないかな。生きてる限り人間に永遠はない。死ぬまでそこにいることね。ふふ。ああ、私を冷たい人間だと思わないで。私にある強さと弱さは、抗うこともできない掟に従ってるから。ふふふ。ふふふふ。ふふふじゃないが。今の言い回しは、レファニューのカーミラか。どうするルイか。プライド捨てて警察呼ぶか。混乱するな、学生。警察など呼べば殺されるだけだろう。あの女はまだ気づいてないはずだ。ルイカもそれに気づいてるはずだ。そうか、なるほど。あいつは気づいてない。私のチーム構成に気づいてない。そういうこと。そういうことだ。かわいい。